説明しよう。ストグラとは仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちはさまざまな職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人の警官のお話。ネルドの先日なんかランク2への昇格条件で、そうだ、そう白虎の検挙あったじゃないですか。お、しましたよ。マジで？はい、ありがとうございます。本当にできたの。はい、4月の10日にコンビニ強盗を来たトラオ殿がなんか殴り合い消耗されてたので白虎にした。レイレイ君がランク2に上がりました。おめでとうございます。おめでとうございます。話聞けよ。なんだけどな、なんでこっちで採用しちゃったんだろうな、これ。はい。レウドのお似合いですね。なんか昇格、なんかいました。試験みたいなのをやってみたいです。なんかいいですね。くるみ割り人形のことく弾け飛びます。頭くるみ割るんですか。割りますよ。でもそれもしかして南署で正式導入されたんですか。いや、署長が今回の交通警備これで行きましょうって言った。なるほどなるほど。昇格条件何？はい。3キルじゃない？え、何？弱気くんの？よくなれ。アバウト。アバウトすぎる。一番むずい。一番むずいのきた。思考放棄ですよ、ネルドの。思考放棄です。思考放棄。思考放棄って何？やばい。今のところ弱気くんが今現状、はい。今日とかだってヘリも乗ってたけど、これ頑張ってるみたいな、これちょっと集中してやってこうかなみたいなのってあるの？例えばヘリ。話し合い私一切なかったです。ああ。ですね、あんま言うな。できるだけ新人、もう先輩もですけど、現場で死なせないようにしよう。陰陽師部隊設立したいです。あ、お、じゃああれじゃない？現場でまあ誰も死なせない、死なないで犯人検挙できたは。そうしちゃってもその人が何ですかそれ、死ぬ前にその人を回収してあげて安全な場所を移動させた回数。誰も死なないようにか。私のわかりました。ちなみに先輩方がいない間にノーキャット1人で7人検挙してきました。1人で7人すごいな。ってことは余計死なずに生きるって可能性が出てきたからありなのかもしれない。誰も警察官がダウンせずに犯人検挙。わかりました。誰も死なせず事件を終わらせます。それでお願いします。頑張ります。頑張れー。21時から45分ぐらいまで受け付けあって22時開始ですね。これアーティファクト3番で対応するな。はい。100円から2、3人来たし100円5、6人でいいよ。じゃあヘリアーティ行きます。1台。よろしく。船尾まだ上がれないよ。黒フローが上がってきた。屋根取られてない。取りますね。了解。客船から1人ワンチャン来るかもだけど、もうこの3人で対応してるってことでしょう。了解。運んだら速攻ごそ行こう。やったらこれ僕バレてないです。中詰めていいですか。いいよいいよいいよ。緑橋渡れる。ラックもいない。いやバレてないらしいから詰めてるから早めに構え行こう。渡った。もう緑橋、緑橋も渡り切りました。もう今60まで来てる。メイン倉庫強い。メイン倉庫もヘリにアタックされました。メイン倉庫詰めるよこれ。1人やった。ここに止めて5で行こう。団体拾われてない。ヘリ抜いた。ヘリ抜いたです。これもナバカいないかな、メイン走行。一旦もう護送するよ。オッケーです。僕じゃあ残ってクリアリング。オッケー。今回は多分お互い限界でしたね。大丈夫ですかね、片付けわかんないかな。そうっすね。了解。いやちょっと無理しすぎた。てか強気じゃん、ハンドガンで頭抜いたん。危ねー、あ、見えんかったー。まだね、終わってないかもしれない。一応工程が始まった人は頭持ってない。弱気じゃなかったよ。ハンドガンうまきやったわ。うまきって誰ですか？ハンドガンうまきやろう、名前。本当に死んじゃった一人。これね、カッター持ってる人はいたんだけど、本当に死んじゃった。中身何も持ってないから、バイク、ヘリの中隠してるかも。いや、これ間に合ってないですね、多分。あ、そもそも開けきれてない。はい、ついて屋根上降りた時にはもうバレてて、で先に応戦に来たん。はい、それ全部やりました。はい、ナイス。次ナイスパイセン。どうしたん。アーティファクト、警官側ダウンゼロで解決してまいりました。そうなんだ。え、速攻捕まえたの？僕ちょっと現地着くの早かったんで全部やって帰ってきました。え、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっといあげた方がいいな。え、全部壊滅させた？もしかして。でも向こう3人とかで最初2人やって、皇帝さんが後から来てくださって中で一人やったかどうかみたいな感じでしたね。相手も3人、こっちも3人とかでした。やるな。強。マジか。え、それダウンしなかった？誰も。ダウン誰もしてないですね。犯人以外は。よっしゃ、昇格だ。やったー。来なさい。あ、これね。はい。弱気ランク2だ。はい、ありがとうございます。てん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 。おめでとう。はい、ありがとうございます。給料がちょっと上がったぐらいです。やったー。それ以外変わったことはありません。はい。はい。精進して頑張ってください。あ、またありました。はい、頑張ります。はいはい、弱気層がランク2に上がりました。おめでとう。おめでとうございます。おめで嬉しいです。俺弱気おめでとう。ありがとうございます。遠隔時電波最後ランク何個やった？ランク1だ。あ、1なの。1になってるけど、これもあげる。もともと特別なオンリーワンね。はい、ポイント大事にします。こっち向いてよ、俺写真撮るわ。動きくん、はい、ランクにおめでとう。ありがとうございます。これさ、はい、俺のお下がりなんだけど、このバイクいる？あげるよ。いいんですか？すごいバナナみたいで可愛い。可愛いでしょ、仮面ライダーバナナ。仮面ライダーバナナ仮面ライダーのバナナみたいじゃない？なんか確かにバナナみたいですね。いないけど、仮面ライダーバナナっていうのがいたら多分これ乗ってるよ。そうですね、いたらこれだと思います。これあげるよ、弱気くんに。やった、ありがとうございます。やったー。あ、これではい、これね、俺が初めて買ったバイク、この町に来て。ちょっとお下がりで申し訳ないけど。いや、パチバナナ号名前つけてるありがとう。そうを頼む人もいれば、ご飯の人もいて、あとこの前なんか、これしかも2人乗りできるんじゃないかな。ほら、できますね。そう、これ俺がね、町に来て初めて買ったバイクだからね。ありがとうございます。大事に乗ってくれ。はい。おめでとう。大事にします。うん、早いね。めっちゃ早いんじゃないでしょうか。戻った。そうですね。すごいよ。わかりました。どのくらいでどうするのかわかんないですけど。俺ね、ずっとランク1だったよ、多分。そうなんですか。うん、ずっとランク1だった、多分。どれぐらいだろう。川中さんとか北署ですけど、もうランク3になってましたしね。まあ、北署はね、マイナス2ランクぐらいしていいって言ってたから。はい、わかりました。実質はって聞いたことあるけど。そうか、すごいね。頑張ろうね、これからも。はい、頑張ります。頑張ろう。次、火事の来そうだね。そうですね。停電してたからね。なんか、なんだ、どうした？悩んでるなら家って何ですか？そんな小さいあります？悩み事あるのかみたいな。悩んでるなら家。